今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はミスドの新作発売日です。せーの、じゃじゃじゃん。本日8月27日からさつまいもどが5種類出ております。めちゃめちゃ美味しそう。さつまいもど毎年出とって毎年買っとんやけど、今年もね、その時期がやってきたぞということで、すごい食べるのが楽しみ。テンション上がってお母さんにも2個お土産用で買ってきた。そういうことで早速食べていこうと思います。せーの、いただきます。はい、というわけでね、店員さんが箱に広告を貼ってくれたんやけど、今年のさつまいも度は蜜芋度ということで、中まで甘さが染み込んで蜜芋みたいにじゅわるって書いてある。やけんあれやね、こっちの3種類は去年も出とったけど、こっちの蜜芋度が新たに加わったって感じやね、今年は。ではでは早速いただきます。まずこちら、さつまいも度、蜜芋。さつまいもをイメージしたホクホク&しっとりドーナツにシロップを染み込ませ、まるで蜜芋のような食感に。めっちゃいい匂いする。いただきます。うん、おいしい。マッチでおいしい。さつまいもの美味しさがグッとくる感じ。噛んでたら口にグワーって広がる。でシロップ効果がほんまに蜜芋のような甘さが口に広がって、めちゃめちゃ美味しいでございます。いろいろ上手に食リポできたらなと思うが、結局おいしいの一言に尽きる。うまうま星人です。下のとこがサクサクしとって美味しい。あとポンデリングの形しとるけど、ポンデリングのもちもちはなくて、マジでホクホクしっとり。うん、続いてさつまいもと蜜芋バター風味。これはさっきのやつに塩バター風味フィリングをのせてオーブンで焼いたって書いてある。めっちゃツヤツヤ美味しそう。はぁ、バターの最高のカロリーの匂いがする。いただきます。うん、ほんまにめっちゃ美味しい。あの食パンにバターたっぷり塗って食べるのが好きな人は絶対好き。バターの風味がめっちゃいい。この下に垂れたバターフィリングがカリッて焼き上がっとってめっちゃ美味しい。これ2個買えばよかった。ほんのり甘いさつまいもフィリングにバターの塩味がめっちゃ合う。これも個人的1位かもしれん。お茶です。お茶とも合う。うん、名残惜しき最後の一口。うん、めちゃめちゃ美味しかった。私今の時期にさ、ミスド食べ放題行ったら絶対あればっか食べる。ということでお次はさつまいもと紫芋。これはさつまいもグレーズと黒ごまトッピング。ミスドの紫芋グレーズ何年も前から食べ続けてるけど、マジで美味しいの。甘くて風味がしっかりというか、ちょっと食べる前から食リポしてるんやけど、いただきます。安定に美味しい。さつまいもグレーズがめっちゃさつまいもやから、口の中入れた瞬間さつまいも感アップアップ。さつまいも好きにはたまらん一品。黒ごまも噛むと口の中で香りが広がって、紫芋と相性二重丸。うん、続いてさつまいもと大学芋。これは大学芋イメージのソースと黒ごまトッピング。ツヤツヤ美味しそう。いただきます。これね、去年も思ったけど、そんなに上のソースの味が強くないから、さつまいもどのプレーンに近いような感覚で食べれる。ほんのりソースの甘みと香ばしさが素晴らしいドーナツでございます。この指なんや、私。ラストはさつまいもどスイートポテト。こちらはスイートポテトクリームと黒ごまトッピング。これもね、私大好き。毎年美味しくいただいておりまする。オーブンでやってるからちょっと焦げ目とかがついとってさらに美味しそう。いただきます。うん。うん。美味しい。スイートポテトクリームがマジで美味しい。これ単体でスプーンですくって食べたいまである。
そこの方がすっごいサクサク。オーブンで焼いとる効果もあるんかな。ミスドのドーナツの揚げたてってマジでサクサクで美味しいよね。ポンデリングでさえサクサクやけんね。サクフワもちみたいな感じでね、ほんまにたまらんのよね。タイミングとか運良くないと食べれんのやけど。でも一番揚げたてで好きなドーナツはオールドファッション。マジでオールドファッションの揚げたて食べたら世界変わる。私多分バイト時代に食べたことあるんやけど舞い上がった、最後の一口、はい、ごちそうさまでした。はい、というわけで今年もさつまいもとめちゃめちゃ美味しかったです。じゃあ毎回恒例、今回食べた新商品の中で一番私が好きだったものはさつまいもと蜜芋バター風味。このね、2番目に食べたバターがめっちゃ美味しかったやつなんやけど、ほんまにバターの塩気とか風味がたまらんくて、今後リピ買いするのは絶対あれ。他もすごい存分に秋を感じられる味で美味しかったです。まあ、そんな感じでさつまいもとめっちゃ美味しかったということでね、また今度ミスドハロウィン商品が出るっぽいので、それも楽しみでございます。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画終わりです。お疲れ、ありがとうございました。